皆さんおはようございます。パークウェイトラックドライバーのボートです。復帰後一発目のデリバリーに行きます。もうね、プレートリップのインスペクション終わって、トラックの中ちょっと片付けてます。ダウンジャケットをほい。ジャケットはね、まだ今日はね、外マイナス5度ぐらいですね。まあちょっとひんやり寒いかなっていう感じです。でね、これね置いといたらね、めっちゃ硬くなってました。多分寒かったからかな。一応予備でね、簡単なクッションも持ってきました。あとこちらですね、じゃん、マイクロウェーブ買いました。ウォルマートで買ってきました。フレーズは、取り付けは後にします。いや、昨日ね、なんかね、チェーンをね持ったせいかね、ちょっとね腰がズキズキしてます。ちょっとやってよかったんですけどね、チェーンを持って車に運んでる時になんかメンテナンスの人が声かけてきはって、なんか Are you Chinese or Are you Korean とか言ってきたから、まあまあいつも通りですけどね、まあ I'm Japanese って言ったら、そっからなんかおーって言って話が盛り上がって、で僕がねこうチェーンを持ってる時にずっと話してきはるから、なんか結構腰にきました。いや、そのせいかちょっとズキズキしてます。いや、今日いい天気ですよ。めっちゃ嬉しいです。一発目のねデリバリーで大雪とかやったら最悪ですからね。で今回はね、今ねちょっと GoPro をセットしてるんですよ。今回はね、今から違うヤードの方にトレーラーを取りに行くんですよね。だからボブテール、何もつけずにこれだけでまず走っていきます。でトレーラーピックアップして、でそのトレーラーをお客さんのところに持ってって、でそれでそれ、荷物が積まれてるトレーラーをピックアップしてアメリカの方に配達行きます。ちょっと汚いな、ちょっと拭かなあかんな。ユーチューバーの大変なところですよね。隠れたところで手間かかってるっていう。よいしょ。こんな感じですね。これで撮れてるかな。まあ、ちょっと反射してしまうけど、まあ仕方ないか。一発目の配達はね、コロラドです。あっち側何回か行ったことありますけど、なんか天気予報見る限りではね、雪とかも大丈夫そうなんですよね。だからワイオミングとか通っていくんです。モンタナ、ワイオミングでコロラド州ですね。コーヒー僕の必須アイテム。コーヒーはね、オフィス行ったらタダで飲めるんで。いや、でもちょっとね、今日はね、めんどくさいんですよね。めんどくさいっていうか、よいしょ、やめてきたかな、ベーグル持ってます。いや、ちょっとね、めんどくさいっていうのはね、まず荷物がね、肉なんでね、国境を渡ってからね、ミートインスペクションに行かなあかんのですよね。あ、こんな感じですね。で、これ下、引いて結構ね、あ、もうちょっと上げて、これまっすぐ結構なってますね。もっと、あ、まあいい感じだと思います。なんか後ろにそこまで反ってないしね。
こう90度みたいな感じなんで、これやったらそこまでね負担かかってないような気がします。まあ、これでねしばらくやってみようと思います。だからまあミートインスペクションなんで、ね、ちょっと時間かかるんですよね。よいしょ、カメラが落ちてきた。でさらにね、陸路でねアメリカ入国するときにエスタとあと I-94W ってやつをね毎回申請しながらですよ。毎回じゃないですね、エスタの方はまあ2年に1回ですけど、 I-94 の方は、3ヶ月に1回ですね。だから3ヶ月に1回は国境を越えるときにオフィス行ってアメリカドル6ドル払ってで更新するみたいな感じです。なんかちょっとフィットしていひんな。あとはまあ走ってみな、わからないですですね。だから国境越えるときにオフィス行ってお金払ったりしなあかんし、でその後ミートインスペクション行かなあかんっていうのがちょっと面倒くさいところですね。荷物はだいたい4万パウンドぐらいやからギリギリじゃないんでね、多分重さは大丈夫やと思うんですけどね。しかもまあカリフォルニア方面行くんじゃないから重さの調整もしやすいやろし、何よりね天気がいいのがね嬉しいです。よし、では行きましょう。いや今から行くねうちのヤードがねなんか新しいところらしいんですよね。いつの間にかこの半年の間に新しいヤードができてました。よし、では行ってきます。テストの時に乗りましたけどなんか変な感じっすわ。久しぶりに大きいトラック運転してるの。まあ今はねボブテールなんでトレーラー後ろについてないんでねすごい乗りやすいですけど、いや久しぶりの配達なんでねテンション上がってます。いや気持ちいいな、雲一つないですね。いや一番楽なのはね、もうさっきのヤードからトレーラーを引っ張ってでもうそのまま配達アメリカの方に配達に行くのが一番楽なんですけどね、まあ、たまにねやっぱ場所によっては、まあ、トレーラーのあのエンプティのトレーラーをちょっと運んでくれってどっか違う場所にでそこであの荷積みが終わってるトレーラーをピックアップしてくださいっていうパターンもあるし、まあ場合によったらねなんかもうお客さんのところまで行ってで荷物をそこで積み込んででそこからアメリカ配達っていうパターンもあります。まあちょっとそれめんどくさいんですけどね、まあそれはねちょっとね時と場合によります。あれ、開かへんし。うわ、ボコボコやん、ここ。70505。ああ、どこやろな、わからへんな。すごいな、クロスデッキもあるしここで修理もやってんやろな。多分ね決まってるとは思うんすよね、エンプティのやつはどこかとか。
リーファーはどこかとかね。70505あった。これですね、この正面のやつですね。これをピックアップします。トレーラーピックアップ終わりました。まあエンプティーなんですけどね。でこれでお客さんのところまで行きます。牛がいっぱいいますね、前に。しかもめっちゃでかい。47に、あ、ありましたね、これですね。重さ測ります。よし、準備できてました。今、さっきピックアップしたエンプティのリーファーのトレーラーをね、お客さんのところに下ろしてきて、でそこでね、あの荷物が積み終わってるトレーラーをピックアップしました。久しぶりやったから、なんかいろいろと、特にあの端末でね、いろいろ入力しなあかんのですよ。その辺がね大変やったり、あとはまあ重さですね。今回のはね、だいたい4万パウンド弱ぐらいやったから、だから思ってたほどは重くなかったです。アクセルのね、重さ測って、1アクセルがちゃんと、ごめんなさい、ちゃんとリミット以内に収まってるかっていうのを確認してね、OK でした。で、今からね、国境に向かいます。いや、久しぶりやな、国境行くのも。まあ、書類とかね、ちゃんと揃ってるかどうかも確認したんで、まあ、おそらく大丈夫やと思います。パスポートもちゃんと持ちました。これ忘れてたら、どうしようもないですね。家帰らなあかんですよ。取りに帰らなあかんですよ。多分めっちゃ怒られると思います。で、その後に、
まあその国境のオフィスで、I-94 ドキュメントのね、あ、お金支払って、で、その後、ミートインスペクションに行きます。まあ今回の荷物がね、ミートなんで、だからアメリカ入るときにね、インスペクション受けなあかんのですよね。まあそんな感じです。とりあえずね、今も気温5度ぐらいあって、結構あったかいです。いや、なんか久しぶりやから、いろいろ大変っすね。今日はね、どれぐらい走れるかちょっとわかんないですけど、今がもう12時ぐらいなんですよね。で、まあ初日やし、なんかがっつり走るのも大変なんで、多分あと8時間ぐらい走ったらもう休憩しようかなって考えてます。まあどの辺まで行けるかわかんないですけどね。まあワイオミング州までは入れるやろうけど、あっち方面行くの3回目ぐらいかな。なんか去年の冬ぐらいやったんでね、やっぱりなんか走ってて周りに雪が残ってるなっていう感じでした。いや、それにしても今回ほんまにあったかいですね。こんなことめったにないような気がします。僕がね、クリスマスらへんにカナダ戻ってきてから1回だけまあマイナス20度ぐらいの時ありましたけど、でもそれ以外はね、もうほとんど最高気温プラスとかマイナス1桁とかね、そんな感じやったんで。で、今2月のね、もう中旬、まあもしかしたら一番寒い時かもしれないです。それやのにこんなにあったかいんで、お前たこの辺の道路もね、多分道路脇はね、もう真っ白になっててもおかしくないぐらい。それなのにね、この通り溶けてますからね。まあ僕にとっては嬉しい限りです。もうなんならこのまま冬が終わってくれたら最高です。まあとりあえず安全運転で行ってきます。ね、今回の配達先ね、コロラド州のなんていう場所やったかな、デンバーから30分ぐらい走ったところにある町やと思います。まあ僕そこ初めて行くんですけど、だからだいたいこっから17、8時間ぐらいですね。まあそんなところです。では、まあ初めの配達なんで、のんびりと安全運転で行こうと思います。以上です。ではまた。すごい天気です。ロッキーマウンテンが見えます。いや、ほんまやったらここ真っ白やのに、この時期2月の中旬とか、もうこの通りも草見えてますもんね。よいしょ。はあ、ちょっと散らかってます。とりあえずミートインスペクションのところで時間あるんで、ちょっと片付けていこうと思います。じゃあのんびり国境に向かいましょう。ではでは。